爆笑問題カーボーイ。さあ、なんとここで急遽ですね、来てくれました本日のゲストです、うん、空気階段の鈴木もぐらと水川かたまりでーす。来たね、空気階段。こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。はい。ねえ。俺、藤原かまたりかと思ってたけど。藤原かまたりじゃないです。違う、水川かたまりなの、お前。水川かたまりです。中富藤原かまたり。いやいやいや、かたまりとかまたりはまだいいや。藤原と水川は間違いようが。ノリカの息子だろ。ノリカの息子じゃないです。組長の組員だ。組長の組員でもない。藤原一切関係ないですから。飲み屋のおじさんに全く同じボケされたことある。そのレベルだったんですよ。俺もいっぱい引っ掛けてきた、だけど、あれなんで来たか知ってる？なんで来たんですか？タイタンライブ次出た。今度ね。あ、そうなんですよ。今度の金曜日で。金曜日、はい。エンディングに出れないんだよ。あ、出れない？トリプルブッキング。トリプルブッキング。吉本が。入江がトリプルブッキング。入江がじゃない。入江がじゃない。入江がじゃない。闇営業行くじゃない。お前らまだバレてないから。本当に、闇営業行ってる時に、あのニュース入ってきたんで、マジで。ビジュアル系バンドの幕までトークするっていう意味がいや、ちょっと。嫌な営業だな、それ。いや、俺らもやったよな。やったやった。バンドの、あんなのバンドの幕間の漫才やったことあるよ。そうですね。幕間って言うんだけどね。幕間って書いて、幕間って呼ぶ。幕間ね。幕間ね。芸人みんな幕間、幕間って言ってるけど。本来は幕間いいよ、もう。幕間分かったよ。いや、そうなんですよ。トリプルブッキングで、ちょっと、タイタンラブのエンディング出れないということで、あの、事務所どこだっけ？吉本興業です。あれでしょ？そういうことあるんだね。ねえ。はい。トリプルってダブルじゃねえんだろ、もう一個。お前ら、泉元屋だからね。ヘリで移動しろよ、本当に。え、もう一個。じゃあ何？もう一個の、ルミネ座吉、タイタンライブに出させていただいて、その後ルミネ座吉本の寄せがあって、その後、無限大ホールで、RG さんの。ちょっと待って、まず、その無限大とルミネ、どっちも吉本だよね。そう、吉本だよ。吉本の中ですでにダブルブッキングなの。そうです。それがおかしくないか、まだ。時間ずらしてさ、やってるからいいんだよね。はい。そうね。それは時間ずらしてね。そういう会社なんで。はい。はい。で、トップバッターで、その後は、みたいな。その間に、タイタンライブが入っちゃった。タイタンライブ入っちゃったんだ、そこに。だから、エンディングは入れないんだって。それで今日トークです。ほら、できないから、ああ代わりに、じゃあ、こっちで。あ、なるほどね。そうかっていう。ああ、腰崎物件だ。腰崎物件。ゴリゴリの腰崎物件だ。考えて、人間的には冷たいやつだ。あったかいんじゃないの？そんなことない。あいつは冷たいやつ。そうなの。は最近思って。そうなの。いや、本当に嬉しくて、僕。本当に。はい。お前、な、だって、結構、元カノに電話するタイプ。いや、違う違う違う。元カノに電話するタイプだな、こいつな。元カノに電話するタイプ。で、そこで大泣きして。あの、泣いちゃったやつな。ない、僕が、振られた元カノに号泣してプロポーズして話はいいんですよ。その話をしに来たわけじゃないんですよ。ラジオを使って。びっくりした、びっくりしましたよ。あれな。そう、2時間間待たされて、手紙ガー書いて、で、目の前で読み始めて。いや、号泣してな、お前だな。ねえ。お前だ。すごい。いろいろあるよ。ねえ。でも今、実はね、松之丞効果っつってるけど、実は隠れた、空気階段が、すごいんだって、チケットが。とにかく手に入る。だから本当に今回、シソンヌも出るけど、空気階段とシソンヌは本当に単独とか取りづらいってね。ああ、そうか。そう、そうか。だろ？常に速乾だろ？そうですよ、この間やった。この間のドライブは、はい。で、ソロだろ？すぐ出ちゃうんだろ？それで。それはまあ僕だけかもしれない。僕も割とソロだ。お前も塊出すんだろ？塊出すって何なんだよ。ずっと溜めてたような精神ではないですか。常に出し続けてはいる。出し続けているんで。でも残念だな、エンディングな、絡みたかった。そうです。初でしょ、大会。初です。ありがとうございます。木村さんも見に行くんだろ、だって。木村さん、本当に聞いてくださってる。木村さんっていうのは、僕の、お嫁さんの、おやじさんの友達です。なんだそれ。遠いな、おい。バーベキューパーティーやったんだ。そうです。僕追跡バスターズっていう、坂上忍さんの番組があるんですけども、あれで、まあ、借金をして、で、まあ、その借主から飛んだ芸人が、芸人鈴木かっこ借りっていう形で紹介されまして、そっか。そうそう。あれ違うんだよな。で、それを見た、奥さんの親戚が、検索で、芸人、スペース、鈴木、スペース、借金調べたところ、僕の顔が、出てきた。
それは出てくるわ。怪しいから顔が。でそれハワイの詐欺師みたいな。本当にお前さ、本当にハワイの謎のブローカーだよ。今日たまたまアロハ着てきちゃった。絶対に関わっちゃいけない人だよ。それでその実家に親戚の方が電話しちゃって。なるわ。お前の旦那、あれお前絶対金借りて今テレビ出てるやつじゃねえのか。半グレじゃねえのか。半グレじゃねえのか。でそれで。あの、一気に僕が借金あるっていうのが、親戚一同にバーッと回ったんですよ。やばいんだよ、で、その後初めて開催されたそのバーベキューパーティーに、親戚一同と一緒に、親父さんの友達の、その木村さんって方も一緒に来てまして、で、いろいろ喋って、まあなんとかお前いいやつだなってなったんですけど、喋ってどうしようもなかったら、今日お前をボーボコにするつもりで。最高だろ、これは。危機一発危機一発だ危ないな危なかったいや、ボコボコにされるとこだった。いやいや、確かに。あれはだから、仮名でね。はい。鈴木ってなってんでしょそうなんです。本当の名前はそうじゃないわけだよね、当然ね。最初だけなんです、鈴木仮って出たのが。あと全部再現 VTR でもう鈴木が鈴木がつって。ああ、そっかそっか。今も全部見つけちゃうから、そういうのね。まあでも似たようなことはやってますけどね。まあ、そうだよ。だから俺じゃねえよって、その思いっきり言えないね。借金も本当だしな。いや、そうなんだよ。それはしょうがないね、そこはね。取ってほしくないとこもいろいろあるんだよ。だからそういう意味じゃな。なるほどね。でもその木村さんも見に来るんだな。木村さんもそうです、大体のライブで。木村さん来てくれんだ。どこで見るんだか分かんないんだけど、見に来てくれるんだ。そうです。仕事の関係で、その札幌で見れるか、もしくはその、出張で来てたら東京で見ると。だけ一生懸命なんだよ。ボコボコにするはずだったやつ。チケット取れたのかなねえ。どうなんだろうね。ねえ、そうだ、東京はなかなかね、取れなかったかもしれない。でも、そう、出てないんだね、今。なんか出てる気がしてたけど。意外に出てなかった。本当ですか。あ、タイタンライブはないですね。その日曜サンデーとか出させていただいたことありますけど。そういう番組があるの？はい。そういう番組があるの？なんで分かんなくなった別の人なんだ。違う太田光がやってるんですから。本当に僕、カーボーイ聞いて芸人になったんで。これが嬉しいじゃない。本当に嬉しくて。カーボーイを聞いて芸人になるって。カーボーイ行って芸人を辞めるってやついるけど。こんなになっちゃいけないって。ねえ。そうだ、中学とか高校生の時に。僕あんまりその親にテレビ見せてもらえなくて。あんまり。そんなやつばっかりだ、うちも。そうだ、ちょめちょめの大島とかさ、東大のやつ。あ、そうですね。大島君もそうですよね。あれもそう。テレビ見してくんない。だから水川すごい、母親が厳しくて、いろいろ禁止されてたんですよ。何禁止されてたの？だから、金八先生と、金ちゃんは禁止でした。なんで金がダメなの金がダメなのなあ。金禁止？いや、金禁止。別に金、谷良子とかも禁止。じゃ金っていうわけ俺は金取ったから、場所問題いいってこと。金取った、場所問題は OK ってこと。取ったからいい。取ったから OK だ。いや、でも残ってもいるじゃないですか。残ってもいるから。残ってもいるから。残ってもいるから。半分いいぞ、みたいな。半分いい。ラジオだけは禁止。1時間だけ、そっか、テレビは見ちゃダメ、みたいな。そうなんですよ。金八先生と金ちゃんは、偽善だから見ちゃダメって言われて。すごいな、それを。バッと言うんだ。はい。バッと。すごいね。はい。結構見せてもらえなかったんですけど、僕の唯一のバラエティの娯楽っていうのが爆中問題で、それから本当爆笑問題さん大好きで、そしたら高校の友達にその話したら爆笑問題好きなんだったらラジオやってるから聞きなよって、その焼いた CD を渡してくれてて高校生で、そこからカーボーイ聞くようになって、で、大学入って僕も馴染めなくて2ヶ月で辞めちゃったんですけど、その引きこもってた間もずっとそれ聞いて、パワープロで選手作って、みたいな生活をずっと本当にとにかく外出なかったみたいな、はい、どんくらい引きこもってたの？でも1年半ちょっとぐらい。1年半ちょっと。そうなんだ、はい、そう。そっか。パワープロで、本当太田光とか田中裕二とか作ってました。作ったんだよ。作ってました。マジで？ピッチャー？ピッチャー、太田さんピッチャーで田中キャッチャーです。キャッチャーだよ。はい、あ、バッテリーだ。バッテリーです。そうなんだ。女房役だな。でも俺本当ピッチャーだからね。俺、草野球ずっとやってたけど。俺は本当はレフトだから。そう。俺はピッチャー者だから。そうなんですね。そうそう。レフト指名打者。外野指名打者。ブチヤさんのチームでは、
ピッチャーで4番もやってた時あるから。あ、そうなんですか、ね、そう。だ、今度パープルやるときはちょっとピッチャーで。はい、ピッチャーは。ピッチャー。4番でピッチャーで。4番ピッチャーで作りました。嬉しいやな。嬉しいね、そうやってね。センスがあるもんね。いや、僕だってあれですよ。お前、荒川京慶だろお前聞いてたの。いや、荒川京慶さんも聞いてましたけど。荒川ちゃん死んじゃったよ、お前。死んでない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 。はい。その、僕も、その今、まあ、結婚してるんですけども、その奥さんが。あ、そうだ。そうです。奥さんが聞いてた、ね。奥さんが、その、僕と付き合う前に、うん、太田さんの自伝のですね。カラスが？そう。カラスが、僕に送ってくれて、ね、僕がたまたまそうカラスだけ読んでなかったんで。で、それでも惹かれて、要は結婚まで行きましたんで。キューピット。キューピットの間接的な。入江だよ、だから。入江じゃない。今、しずちゃんだろ？しずちゃんでしょ。今、キューピットは、はい、あの人を紹介の、いい部分と悪い部分が2つできてた。ね、今、いい方の人を紹介するって言ったら、それしずちゃんだ。闇結婚じゃない。闇結婚じゃない。それがもうすごいもう、本当にもう嬉しい。あ、それがそうなの？感動して、そうです。これがあの、奥さんがくれた、くれたその本そのものだ。嬉しいね。そうなんだ。いや、もう本当にもう感動するんですよ、これ、本当。何、付箋があるんですか？いや、僕はね、本当、いつ、すごい感動する部分を、いつも見てまして。で、例えばですね、この、高校生の頃、17歳の頃なんですけれども、大津さんがいろいろ心を閉じちゃってるんですね。はいはいはい、で、それによって、ね、また松之丞に言われるよ。いいよいいよ、ピカソの下りとかあったら。なんですけども、あいつで、なんでその、ありネタだろって言ってたよ、ね。ありネタって、ありネタってなんだ。他でも言ってんだな。なんで心を、その、なんですか、固く閉ざしたのを開いたかっていうと、結局心は開かなかったけども、きっかけならありましたと。それは、ピカソの。もうさ、いじるんじゃないよ、お前。いや、本当に感動したんです。本当に感動した。僕も、その、引っこもってた時期にカラス呼んで、ここで、一緒の気持ちなんだっていうので、めちゃめちゃ感動しました。そうだ、そう、はい。ちゃんと詳しく書いてあるんです、はい。ピカソの絵ってぐちゃぐちゃでむちゃくちゃじゃないですか。はい、でも、ピカソには自分が見えたままに描いてるんだろうから、それは真実なんだと思ったんです。そのピカソなりの真実をそのまま描いたっていうのを感じた時に、あ、なんでもありじゃんっていう気がしたんですよ。もうだから、松野城さん聞いてますか？これ松野城さん、ここですよ。もう全部、この、原本でね。そうです。これが大事ね。そうですね。しょうがないじゃねえかよ。本当に思った。本当の体験だからね。本当の体験なんだ。ただ、まあ、昔からのアリネタって。アリネタっちゃアリネタ。使い回しっちゃ使い回しって言われて。俺も正直100回目くらいだから、あんな話聞いた。ひどい奴らだな、お前ら。俺、信用できない。俺だって、俺、大学の頃から聞いて、もう30年以上前。うるさいよお前は。まああとですね、あの2歳の頃の2歳、まあそうだ、そうです、0歳から生まれた時からの大津さんの自伝を書かれてるんですけども、これもすごくですね、僕共感したんですけども、マジな話、俺はオナニーを覚えたの早かったんですよ。5歳の時には正式なやり方、つまりちゃんと手でしごいてやってましたっていう、これがですね、これを僕読んだ時に、うわ、一緒じゃんと思って、僕も5歳で、そうなんです。5歳でオナニーを覚えてたんです。覚えたの？はい。あの、僕の場合は、僕、保育園に、あの、通ってたんで、保育園って必ずお昼寝の時間っていうのがあるある。で、そこで、あの、保母さんが、こう、お腹を叩いてくれました。トントンってね。それがたまたまその僕の息子のところに、あの、手が、してまして。保育園で息子ってもんがね、お酒で。お前が息子だろ、みたいな。そこで、こう、むずむずっと来て、みたいな。そうなんだ。あ、そうなんだ。それはもっと、あれだな、ませてんな。そうですよ。で、それであの、なんか、あの、家のほぼさんがやってくれたってこと？やってくれたってことやろ。どんな保育園だよ。なあ。大問題だろ、その保育園。それで保育園でやったの？そのオナニーを。いや、保育園ではやってなかったです。家で、それを思い出して。それを思い出して。思い出してやって、したらなんかその、なんかこう。逆インコみたいな感じだ、じゃあ。逆インコみたいな感じ。じゃあ、その、もちろん出ない、ものは出ないんですけども。時間かかったろ？時間かかりました。行くまでな。行くまで時間かかりました。1時間くらいかかるよな。僕は1時間もかかんなかった。あ、そう。俺1時間くらいかかった。で、行った後さ、すっごい頭痛に襲われなかった。そう、それもちゃんとこの2歳のページで絵が書いてあるんですけど、その1時間かかってとか。俺のおかずは手塚治虫だったからね。手塚治虫、どうみんな想像しちゃうから。あのベレー
ープを、テープとパイプ、パイプをなんかに見立てたみたいになるから。の漫画のメルモちゃんでしょ、メルモちゃんじゃないよ。ライオンブックスの中の、なんか短編。あ、そっか。うん、で僕は、それであのトイレにですね、親父がジャンプ書いて、あの、買って置いてたんですけど、それで、あの、当時変態仮面とかやってまして、ハンドケンジ先生の。あれでちょっとそれを、思い出したの。なんだ。はい、ああ、じゃあ早いんだな。そうなんです。だからその、で、僕、太田さんと誕生日も、あ、近いんだっけ？一緒で。あ、一緒だっけ？ 5 月13日から。あ、一緒だ。なんでそういうところからも運命を感じてました、ね。同一人物だね。同一人物だ、要は。でも、熊田陽子とか、井上和歌とか、竜地中とか、はい、いっぱいいるよ、スティービーワンダーとか、5月13日。あ、そう、5月13日と、熊田と、井上和歌と、俺と、もう一人巨乳。だ巨乳四天王の誕生日だ。巨乳絶対モグラのが巨乳だよね。だったら、お前が入るんだったら。俺、今日、今度。そうなんだ。同じ誕生日なんだね。そうです。だそういう運命とかも感じてました。ね、運命あるね。で、それで、水川が、それで思ったんですけど、田中さんみたいなところ、いや、水、浅見じゃないです。塊です。塊の方がですね、そう、田中さんに似てるなと思って。お前、何ちゃかって言われてたんだよ、お前。何ちゃかって言われてた。僕、片ちゃかじゃないですか。片ちゃかみたいな。別に大復活してないんで。復活したな。そういう、この間、そのラジオの収録の時に、いきなりなんかタッパーに、カレー持ってきて、で、収録の時にこのカレー作って、うまいから食ってくれ、つって。そうなの？気持ち悪いね。いや、まあ、そうですね。え、それ一人でカレーを作って作ってて、本当に美味しいカレーができたんです。ルーとか使わずにスパイスから作って。はいはい、スパイスからね。本当に美味しいカレーができたんで、で、次の日ラジオだったから、ちょっと、その、モグラに食わせてあげようと思って、持ってきたんです。だけの話ですよ。いや、それも、その、田中さんが太田さんに、これちょっと、このお菓子うまいから食ってくれ。はいはいはい。あ、わかるわかる。引く気持ちです。引きますよ、それ。まださ、ほら、お菓子だったらさ、なんつうの、まあちょっとこれ食ったら、あ、これうまいからとかって、わかんない、あの、手作りだとなんかファンかよみたいな話になるわ、ちょっと。いや、ただその、ファンとか。心は一緒じゃないかなっていう。あ、そう、まあね。美味しいものが見たんだよ。あんまりしないよな。ないですよね。まあね、俺仲いいんだ、この二人な。仲いいよね。全然違うでしょ。年も違うしな。年もモグラの方が三つ上です。はい。ね。なんで、え、別に僕と田中さんを結びつけることはないよ。いや、僕だってネタ、僕が作ってますし。そうか、はい。それは太田さん側です。なんでお前ら二人で、俺が太田だ。なんでお前、田中じゃダメなの。いや、でもそれはでも、あの、ボキャブラの前振りの部分とかは、あの、二人で作ってたっていうのはこのカラスにも書いてありますし。だから、読み込んでるね、さすがに。それはあなたが田中さん側ですよ。ただ、モグラはほら、俺とやっぱその、ほら、体型的にね。体型もそうだし、やっぱギャンブルが好きとかさ。あ、そうですね。そうですね。それで言ったら、それは。そう、モグラか田中さん。かけまじゃやってるしな。やってやってないですよ。やってない。絶対やってるよな、お前。やってないわけないんだから。麻雀って別にかけないよ。かけるもんじゃない。かけるあれ、スポーツ麻雀とかって今言われてて、麻雀自体が。もうそういう、その、脳に。今でしょ今でしょ今、そう言われ始めてて。だ別にかけなくて。冷凍いくつぐらいだった。いや、冷凍ってない。ない、ない、ない。嘘つけよ。冷凍ってない。冷凍だと同じ目をしてる。本当に化けない。だってしょっちゅう昨日麻雀負けたから金稼いでやる。適正点数の話だから。なんで金貸す、借りなきゃいけないのじゃあ。いや、だからそのま、雀荘まで行く交通費。あと雀荘はほら、馬代がね。そうです、馬代がかかる。雀荘代はそら。馬代はあるだろう。当然あるから。そうです、そうです。そうなんで。で、何しに来たんだよ、お前ら。だから、タイタンライブ。タイタンライブ。宣伝に来てくれたんで。宣伝に来てくれたのね。シネマライブのお知らせでございます。そう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 。ね。ちょっとね、あの、僕、カーボイリスナーなんで、あの、上映劇場全部もう空で言えるんで。え、空で言えるの？空で言います。もう。え？すぎて全部俺言えないよ。毎回言ってる。言えないよね。読んでるだけだから。はい。僕も空で言います。え？マジで？いいっすか言って。空で言って、飛びながら言って。違います、違います。そういうことじゃない。だとしたら別に、覚えてることが、別にすごいことじゃなくなるんで。飛べますって言います。飛べることがすごい。わしは鳥じゃけ。いや、もう、なんでちょっと遠慮気味に言ったんだよ。わしは、鳥じゃけん。鷹とは別だけんの。そう、付け足したの。わかんない。あんまりにも伝わんねえから。わしは鳥じゃけんね。わしと、
鳥をかけてるっていうことに、ほとんどの人、俺も最初わかんなかったし。だって、わしと私ってよ、しかもこれで言うと、ね、高と別の鳥じゃけん。どうだろう、せっかく。高くそんな受けてんの、そんな面白いなこと。上映劇場、じゃあ、かたまりくんが、空で、はい、見ないと言えるいいですか。いきますよ。はい、東宝シネマズ六本木ヒルズ、東宝シネマズ、新宿、東宝シネマズ日比谷、東宝シネマズ府中、東宝シネマズ海老名、東宝シネマズ川崎、東宝シネマズ市川コルトンプラザ、札幌シネマフロンティア、東宝シネマズ宇都宮、東宝シネマズ仙台、静岡東宝会館、東宝シネマズ名古屋ベイシティ、JMAX シアター富山、新しいのまで言ってるよ。東宝シネマズナンバー、ジストシネマ和歌山。あ、新しいの言ってる。あで。広島の東宝シネマズ緑。東宝シネマズ高知。福岡の太陽映画劇、中洲太陽映画劇場。熊本の東宝シネマズ光の森。はい、沖縄の桜坂劇場。わあ、すげえ、全部当たった。完璧。すげえ。すごいね。すげえ、マジで。だって今回からの、なんとか和歌山とか、もう俺も今言えねえしな。富山なんつったっけ ?JMAX シアター。JMAX シアター?はい。俺、JAXA って呼んじゃったからね。そうそうそう。宇宙のあれじゃねえか。JAXA、あれって、JMAX シアター富山と、ジスト。モグラの愛の手も全部完璧だったね。あで、そうですね。すげえな。はい。いや、本当にずっと聞いてたんだよ。ずっと聞いててもさ、これ覚えてるって。これ覚えてどうしようと思ったの?いや、ちょっと、爆笑問題さん喜ばせた。だとなんか優越感みたいなことでしょ、まあね、なんかこの好きな人との、まあね、邪魔もすごい俺言えるんだみたいな、ね。まあまあ、わかるけど、その気持ちもね。俺らも、たけしさんの時さ、ほら、提供読み。はいはいはい。ブロボン、BVD フジボンみたいな。あれがやりたくて。あれがやりたくてかなそうそうそう。俺らとな。ね。はい、以上20巻なんですが、うん、はい、このうち14巻がすでに完売しております。で、追加販売した新宿六本木日比谷もまた速完。うわ、もうこんな売れちゃどうすんだろう、次からね。どうすんだろう、誰も来なくなっちゃって。だからどうしよう、うん、ね、本当だね、うん、で残りは東宝シネマズ仙台、うん、東宝シネマズ和歌山、うん、あで、あ、これだからジスト、ジスト和歌山だっけ。そうですね。ジストシネマ和歌山。ジストシネマ。ジストシネマ和歌山。だってもうこっちの原稿が間違えてるから、ジストシネマですか。ジストシネマ。ジストシネマ、シネマ。はい。和歌山。それと熊本の東宝シネマズ光の森、福岡の中洲太陽映画劇場、沖縄の、はい、桜坂劇場。よこしゃ、よこしゃ。だからちょっと特に西の方が、なかなかね。でもね、なんか、その、そういう県民性みたいなことは言ってたね。なんかもう、ギリギリまでね。で、仙台と和歌山は残りわずかです。で、沖縄は、これね、スクリーンが大きなキャパに変更したんだって。100席だったのを300席に拡大したんだ。うわ、すごい。ねえ。だから、まあ、いっぱいになってなくて当然っちゃ当然で、今の段階で。300だよね。300って。ね、で、チケットまだあるので、横峰パパとかも来てほしいな。横峰さんでいいんじゃない。横峰さんで、パパ、しかも、いいんですよ。別に、宮里さんでいいんじゃないったら。ね。だから、安室ちゃんももう暇だろうからね。安室ちゃんも来てほしいな。沖縄に住んでるかどうかわかんないけど。全然ね。ねえ、いや、わかんないけども。1曲ぐらい歌ってほしいよな。ねえ。来てほしいよね。うんうん、はい。ハガケンジとかね、来てほしい。そっちに注目が集まっちゃう。ね、なので、仙台、和歌山、熊本、福岡、沖縄、まだ席ご用意しておりますので、ね、ぜひ皆さんね、チケットお求めください。出演メンバー、タイタンメンバーが爆笑問題、うん、日本エレキテル連合、ウエストランド、脳みそ、まんじゅう大帝国、ダニエルズ、そしてゲストが神田松之丞、シソンヌ、アイデンティティ、空気階段、はい、そして先生、安定のブーマー&プリンプリン。まだやってんのこれ。やってます。これももうじゃあもう何百回聞いたら、まだやってんの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 かって話だよ。それだよ、お前だよ、それ。まだやってんの、それってことだよね。そうだろうね。ほんと10年ぶりとかにこの番組聞いた人もさ、
ブーマー&プリンプリンって、まだやってんのこいつらっていうのを、本当にまだやってんだ、大川さん。そうですね。聞いてるよね。しつこいからね。しつこいね。うん、はい。全11組でございます。はい。会場時間が午後7時、開演が7時30分、終演が9時40分頃。前売りチケットが2000円で発売中です。仙台、和歌山、熊本、福岡、沖縄の皆さん、今週金曜日お待ちしております。今回ではもう、はい、渾身のネタで。そうです、はい、もう渾身のやらせていただきます、本当に。はい、よろしくお願いします、ね。お願いしますね。よろしくお願いします。先週の、今週か。今週です。火曜日にね、はい、火曜ジャンク、爆笑問題カーボーイに出させていただきまして、まじまじ嬉しくて、そうだね、はい、聞いていただけたんですかね、うん、踊り場リスターの皆さんは、うん、まだタイムフリーでね、まだ聞けます、聞けますんで、うん、絶対に聞いてほしくて、急遽ね、うん、呼んでいただいて、っていうのもそのタイタンライブのね、うん、今度呼んでいただいたタイタンシネマライブのエンディングに、うん、俺らがちょっとスケジュールの関係で出られない、出られないから、うんうん、いうことを、うん、大津さんの耳にそれが伝わって、うん、じゃあ、もうカーボーイ呼びなよって言って、うん、呼んでくれたっていうね、大津さんが言ってくれてね、うん、マジ大好き、友達じゃねえんだからお前マジ大好きって本当に大好きでさ、やめろよお前、だからちょっとね、うん、もう自分の中の芸人としての活動が一個もう完結したぐらいの感じになってて、あ、まあ水川がね、カーボーイ聞いて目指してるからね、うん、そうそうそう、芸人をね、うん、カーボーイ聞いて、カーボーイみたいな番組やりたくて芸人をさ始めてさ、うん、で、まあ、自分のラジオ番組を持ててさ、で、カーボーイみたいな番組じゃないよね、これでも、まあ、カーボーイみたいな番組じゃないですけど、まあ、大きくラジオ、ラジオ、そして TBS というものでくくったら、はい、重なる部分も出てきますけども、そう、ディレクターも同じですしね、星崎さんは、あの田中さんは泣いてプロポーズしてませんから、うん、あの山口の声さんね、カーボーイみたいな番組じゃないですよね、いやでも本当になんか結構感動とかあるわけ。思いがあるってことでしょ？そうそう、うん。あの、ゲスト呼び込まれる時のファンファーレもあるじゃん。うん。で、てー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 作家の高橋さん、高橋さん、はい、オールバックの高橋さんにお会いするのも初めてだし、うん、ね、高橋さん思ったよりちっちゃいんだみたいなさ、その感動もあるわけちっちゃいとか言うのいや、もっとやっぱりオールバックだから、うん、で結構こわもてっていうか、そのね、ダンディな感じで、うん、そうですよ ね、うん、のイメージだったから、うん、あ、そう、もっと大きいかと思ってたと思った、まあそういう、だから、その自分のね、膨らました想像との違いとか、そう、うん、そういうのがすごい楽しかったってこと。そう、本当にね、秋葉さん、作家の秋葉さんはブース内で裸足でうろうろしてんだとかさ、いろいろ。確かにね、裸足だったけど、うん、いつもその、宮崎プロデューサーがね、上げてる写真だと、このバストアップでしか写らない。バストアップでしか写らないから。足元が写らないからね。裸足なんだ、って確かにね。うん。いや、ほんとね、もうなんか、もっとね、話したいことはいっぱいあったんですよ。はい。ほんとにね、僕がカーボーイ好きな回とか。うん。ね。あ、好きな回は？好きな、一番好きなのは、うん、あの、情熱大陸。うん。あの、爆笑問題さんが一周ずつ出て、うん、で、え、何年 ?10年前ぐらいですか ?10 年ぐらい前ですね、うん、多分、はい。爆笑問題さんが一人ずつ出て、うん、その、田中さんの回に対して、うん、あの、太田さんがもうずっと文句言い続ける回があって、ほんと気持ち悪いよね、お前、つって、つって。全部あれ嘘だもんな、お前。捏造大陸だよ、あんなもん。ずーっと文句言い続ける回がある。それの話とかさ、うん、したいしさ、うん、したかったし、もう CD 田中の好きなやつとか。あ、なるほどね。マイ殿堂入りみたいなことね。はい、塊の殿堂入り。だから、何なの塊殿堂。一番ベストオブベストは、僕あれなんです、うん、あの、関白宣言で、ええ、まあ、お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある、少し厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ。だとに田中さんが、そんなこと言うな、メガネ男子このメガネ男子っていう。俺一番大好きなやつ。さだまさしさんのことをね、メガネ男子と。メガネ男子。
田中さんがね言いつけるとかね、うん、これがマイベストです。そうマイベストマジでね CD 田中やっぱ CD 田中ってさ昔の歌謡曲が多いじゃん、うん、多いですね70年代80年代のさ、うん、なかなか最近の曲はない、ね、なかなかなくて、うん、で結構そのさだまさしさんのさもう親父の一番長い日なんてむちゃくちゃ出るじゃん、うんうん、だから本来さむちゃくちゃいい歌なんだけど、うん、親父の一番長い日なんて、うん、10分以上あってもう大感動の曲なんだけど、うん、やっぱもう CD 田中のイメージがあるから、うん、もうおもろ曲にしか聞こえなくなっちゃった本当にもうあれだあのコロッケさんのあの岩崎宏美みたいななっちゃってそうあまあでもすごいね、うん、あのありがたいとか嬉しいっていうかねいやマジで嬉しいよそれはもう夢叶ったわけだしな、うんうん、まあまあそうね一個その8年目にしてその目標にしてたところにカーボーイに出るっていうことは達成できたなっていう、うん、すごい感慨深いね、うん、夜だったなよかったですよね、うん、またジャンクやるっていう目標もそれあるよねえ何聞こえなかった全然ごめんそれはジャンクやるって目標あるよねいやもちろんもちろんそれはやりたいですよ本当に、うん、最高そんなことになったらだよねうん、うん、言いたいよ本当に、うん、ジャンクっていう本当にいや、じゃん、あれをやりたいの。あの今、外国の人かなんか言ってるところでしょそこでジャンクってところでしょあの部分やりたいの。違うんだけど、俺と見てるところが。いや、いっぱいね、ジャンクにしても、その、曜日ごとにさ、タイトルコールの言い方が違うじゃん。うん、もう、伊集院さんだったら、月曜ジャンクみたいな。さ、え月曜ジャンクみたいな。月曜ジャンク一丁民っていう。とかでしょ、うん、でバナナマンさんとかも、うん、金曜ジャンクバナナマンのバナナマンゴールドだいやでもね、やっぱり俺はもう本当にね、もうもしジャンクをやるようなことがあったら、やっぱもうね、火曜ジャンクって言いたいですよ。いや、それは。いや、それでは参りましょうから、ちゃんとね。それでは参りましょうから。うん。言って。だから、それでは参りましょう。うん、火曜ジャンク、空気階段のまでは、うん、それはお前が言うとこだからね。うんうん、で、二人で踊り場っていうと。やってみる、一回じゃあ。いい、あ、いいですか？いいですよ、どうぞやりたかったら、やってみてください。あ、じゃあ、話の流れがあるから、まあ、話の流れがあるんだよね。で、切って、うんうん、田中さんが、それでは参りましょうって言うから、うん、なんか話して。え？なんか話して。なんか話して。俺、そしたら、それでは参るから。なんか話してってなんだよ。うん、いや、だから、この間ね、うん、俺、その、まあ、地下鉄でね、うん、まあ、三田線、俺の家三田線通ってんだけどさ、うんうん、その三田線に乗ってたんですよ。うん、でそしたら三田線に乗ってたら、うん、今の地下鉄って、すごくて、うん、もういろんな路線が一緒になってんのね。うん、例えば三田線から東横線行ったりとか、うん、目黒線行ったりとか、うん、したらこの副都心入った有楽町線入ったりとか、うん、そういうもう地下鉄ダンジョンみたいになってるわけですよ。うんだからその俺地下鉄でさ寝過ごしちゃった時にはさ、うん、その三田線で寝過ごしてパッと起きたら武蔵小杉いるとか、うん、ちょっと投げなちょっと投げよさらっと話してそれでは参りましょうって行きたかったんだよ俺はなんかすげえ投げ話始めるじゃん他の話短い話でいいんだよいや、じゃあね、うん、まあ最近で言うと何ですかね丸山議員とかねうん、うんいるじゃない丸山議員ね。うん。あの、北方領土のね。北方領土のね。うん。うん、丸山議員とか。穂高議員ね。穂高議員。うん。けしからんですよ。うん。うん。俺は怒ってるよ、ほんと。うん。どうしたらいいよ、この。もういいよ、もういいよ、もうあんま言わない。それではそろそろ参りましょう。はようじゃちょ、待って。空気階段の。まだいけない。なんでだよ。今のはいけないっしょ、どう考えても。でも大体止めるじゃん。ね、田中さんの真似したってことね。そう。あんまり言い過ぎそうだなと思ったら止めるじゃん。いやだからまあ何ターンかあるかもしれないじゃん、でも。ん？何ターンかあるかもしれないじゃん。何ターンか。じゃあ例えばこれはこうだね。うん、に対して俺が。もう今言うのは、まあ、うるさいんだよ。うるさいんだよ。もう静かにしろ。言って。あ、それではそろそろ参りましょう。まあ、でもさ、早くいやでもそれはもう言えないよ。言えないじゃん。これはね、夢が叶ってるにしましょう。空気階段の踊り場。